6頭入りましたスタートしましたースタートは2番の復活ラブ1番のサンバデルンバは後方から6番のアブニール・ドブリエも後ろからの競馬ですスタンド前での先行争いは2番の復活ラブがじわっと出てきました内から3番の当選サマンサ外目から5番のジュン・ツバメ返しが今2番手に上がっていきます 4番のインスタキング6番のアブニール・ドブリエは後方から2投目を追走その内を通って1番のサンバ・デルンバ1コーナーのカーブに入りました6投先頭からおしまいまでは7馬身から8馬身といったところです2番の復活ラブ JRA400 市を決めた丹田雄二が先頭2番手5番の純燕返し横山武志氏は札幌開催リーディングです 3番手、3番の当選ンサマンサ、丸山元気騎士このレース勝てば JRA 通算600勝を達成、その外に4番のインスタキングがつけました、武豊騎士と海老名正義厩舎のコンビです、後方の2頭は外を通って6番のアブニール・ドブリエ、おばあさんはメジロドーベル、インコース1番のサンバでルンバ、ダービーは絆の3区です、1000m 切りました、1分3秒6での通過になりました。 リードを広げた2番の復活ラブ4馬身、5馬身とリードを広げていきます単独の2番手、5番の順ツバメ返し3番手の外、4番のインスタキング800切りました後方の3頭は3番の当選サマンサそして外を通って6番のアブリールド・ブリエアまだ後方から2頭目前からは78馬身があります最後方1番のサンバでルンバ600切って3コーナーから4コーナー緩やかな3コーナーから4コーナーのカーブに入ります 手が動いて2番の復活ラブが先頭徐々に差を詰めてきた5番のジュンツバメ返し後方から上がっていった4番のインスタキング6番のアブニールドブリエも進出4コーナーのカーブ6頭がほぼ一段になりましたほぼ一段5番のジュンツバメ返し早め先頭直線に向きました外から4番のインスタキング6番のアブニールドブリエ大外1番のサンバでルンバ4頭の争い200を切りましたあと3番当選さ2番の復活ラブ最後方先頭5番のジュンツバメ返しか間から4番のインスタキングか外6番アブニールドブリエ3番で4番のイン インスタキングインンスタキングだ五輪5番の純メ返し2着6番のアブニール・ドブリエ3着でした武豊騎手海老名正義9社のコンビインスタキングデビュー勝ち